ゲルマニアの地理的範囲内とその周辺における、主なゲルマン民族の、おおよその居住地域を示した地図。タキトゥスの著書、ゲルマニアでの記述に基づくトゥイストーと、その息子で、人間を意味する、ナノマンヌスが自分たちの起源だと語り伝えているという。ヤーコプグリムによると、トゥイスコーの名前と、その変形した形は、神、トゥーの名に由来する形容詞、ティビスコに由来するという。 トゥイスコーについてのある語源研究では、ゲルマンソ語、ティウィースコーを再建し、これをゲルマンソ語、ティワストを関連づける。この解釈は例えば、トゥイスコーを天空神から、トゥーストとなったという説明である。つまりその後が、現在のドイツ語のズウィダーに該当すると考える説である。何人かの研究者は、これが、両性具有者の存在を説明することを示唆している。 さらに仮説を進めるならば、もし両性具有だとすれば、トゥイストーは北欧神話に登場する元巨人ユミルと同一の存在であり得る。ユミルも一人で巨人の血統を生み出したいわば、両性具有者であった。他の推測は、トゥイストーを対立、争い、境界を意味する他の様々なゲルマン語派の単語に関連づけている。それは例えば、ドイツ語のジスト、スウェーデン語の トビスタ、オランダ語のツイストンなどである。これらはまた、ティビーマイナスという語根から生じた単語である。そして、ローマ神話における神マールスの重要度、及びマルスが、ローマ建設に関わったことを、ツイストーのそれと比較する。ローマとその民族の父として挙げられるのは、マールスと彼の息子ロームルスであり、出身のユーピテルでない。この比較に基づけば、ツイストーは、 北欧神話に登場する神トゥールの古い時代の名前であり得る。トゥールはしばしばマルスと比較される。また、二人は共に戦争の神であると知られている。こうして、トゥイストは、二つの顔あるいは、二本の手のひらを意味し、我々のいる世界を構成する、あらゆる正反対のものを代表している。それは例えば、太陽と月、昼と夜、暑さと寒さ、男性と女性。 その他のものである。さらにまた、ギリシャ神話のゼウスと、インド神話のディアウスと共通点がある。まず彼らの名前は、トゥールの名と、語源的に関係がある。そして、トゥイストーも、大地から生じたと語られている。ちょうどゼウスが、チボ神によって生み出されたように、関係性は、トゥイストーの一世紀の人物像と、後世の北欧神話に登場する、私有動体の原始巨人ユミルトの間で、 語源学や機能の類似性にベースを置いて考えられてきた。マイヤーは彼がこの二者を同一とみなすほどに関係性が強いことを確かめている。リンドはトゥイストーとユミルの間の可能性がある意味論的な関係に留意しつつも最も重要な機能性の際について指摘している。ユミルが基本的に否定されがちな人物として表現されるのに対し、トゥイストーは歌の中では 古代のゲルマン民族によって賛美されるものとして記述され、タキトスもトゥイストーについて否定的なことは何も報告していない。ジェイコブはベーダのインド神話についての語源研究と比較によって、トゥイストーとユミルの系譜の関係性を立証しようと試みている。トバシュトリが彼の娘サラニューと彼女の夫、ビバスバットーを介して、双子のヤマトヤミーの祖父であったと言われるように、それで、 ゲルマン神話のトゥイストは本来は、ユミルの祖父であったに違いないと、ジェイコブは主張している。ちなみに、インド神話では、ベーダにおける人類の祖、マルを同様に、ビバスワンの息子だとしている。従って、マヌは山、または、ユミルの兄弟となる。プロンプトゥアラアイコナムインジグニーオラムでのトゥイスコー、タキトゥスは、ゲルマン民族の人々がトゥイストを称える。 カーミニーバス・アンティクイスについて言及している。これらの歌は、三人の息子を持つマンヌスを、トゥイストーの息子とみなしている。マンヌスの子供たちは順に、インガイオネース、ヘルミノオネース、そしてイスタエオネースと呼ばれ、それぞれが、ゲルマニアの地理的範囲の海の近く、内陸部、その他の地域で暮らしていた。比較宗教学者のブルース・リンカーンは、ジョルジュ・デュメジルの三機能仮説を演用し、 トゥイストーとマンヌスの伝説は、インドヨーロッパ語族の幻想像神話に遡るものだとしている。語のお隣のは、これが再建された語であることを示す。以下は、翻訳元の英語版記事での参考文献であるが、翻訳に際して直接参照していない。ありがとうございます。